北海道の赤字路線を全部廃線にするとどうなるのか。結論は函館市電以外全て赤字なので、函館の路面電車以外全てなくなる。中でも2016年に満を持して開業した北海道新幹線は148億円の赤字で、1日の利用者は1500人しかいません。ちなみに東海道新幹線は180倍の27万人の利用者がいます。でね、こちらが1971年の北海道の路線図です。たくさんの路線が走っていますが、皆さんこの路線図よーく覚えておいてください。今からお見せするのが現在の路線図になります。それがこちら、スカスカですね。およそ50年間でこんだけ変わってしまったんですが、総距離に直すと、以前は約5000キロあった北海道の路線は50年で約2500キロと半分になりました。特に函館、札幌、旭川以外の路線は大赤字が続いており、平成40年にはこのぐらいまで路線が減っているという話も出ています。でもね、一つだけ望みがあります。それは2030年に札幌まで新幹線が延伸し、東京や仙台、青森から一本で札幌まで来ることができるようになることで、正直東京の方は4時間かかるので、まだまだ飛行機を利用する人の方が多いとは思うんですが、仙台や盛岡や青森の方はかなり新幹線で行くのが早くなるので、かなりの方が新幹線で札幌に向かうと思います。そこでどれだけ利用者を増やし黒字にできるかということがでっかい期待になってるみたいです。ただ忘れちゃいけないのが、新幹線札幌開業に伴い、北海道の大動脈函館本線の長万部から小樽の間が廃線になるということです。まあね、新幹線の駅ができるから長万部のめちゃめちゃうまいカニ飯やくっちゃんには行きやすくなると思うんですけど、リゾート地ニセコやウイスキーの聖地ドイツ駅には電車が来なくなります。ぜひとも今のうちに乗ってみてください。ということで、今回は北海道の鉄道事情について話してみました。ぜひコメント欄に感想や動画のリクエストバンバン書いてください。四国の赤字路線を全部廃線にするとどうなるのか。結論、全部赤字路線なので四国から鉄道がなくなる。唯一の黒字路線だった瀬戸大橋線が赤字になり、私鉄 JR 全てが廃線の危機にあります。特に赤字幅が最大の愛媛と高知を結ぶ淀線は100円の収入を得るために1401円が必要で、 JR は来年全路線の運賃を値上げするみたいです。でね、これめっちゃ衝撃的なんですけど、四国で最も利用者が多いのが高松駅で、1日で約1万3000人ぐらいの利用者がいるんですけど、これをね、 JR 東日本の駅と比較すると、153位の茨城県の古河駅が1万3500人ぐらいなので、四国1位の高松でも154位という乗車人員になってしまいます。さあ、今後さらなる利用者の激減とそれに伴う廃線がどんどん行われていくかもしれません。なので廃線になる前に皆さん乗ってみてください。他にもこの地域の電車もやばいぜっていうのがあったらコメント欄に教えてください。ご視聴ありがとうございました。